書くのが辛い楽しみというか、働いて何かに使うっていうことに今楽しさを見出して、こう成り行きでやっちゃうタイプで、常に何か心配事が片隅にあって、うん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 、無我夢中だったあの頃の自分に焦がれている入りますよね。そっかなんかあるんですか、やりたいことみたいな。ぼんやりしてるんですよね、自分の中で、うん、なんかあるんですけど、同級生の人、うんうんうん、とか喧嘩じゃないけどなんか仕方されたりとかして、うんうん、嬉しかったとか楽しかったことは強烈な思いになると感動になるんですよ。うん、で悲しかったこととかっていうのは、はい、願いになるんですよ。うん、リサさんの場合ってもしかすると願いとか救いとかがもしかするとすごく強いのかもしれないなと思いました。合唱を通した人間関係がもしかして救いだったかもしれないし、うん、はい、そうですね、うん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 、この辺が欲求になるの分かりますかね。そうですね、合唱もそだから続いてるのかもしれないです、うんうんうん、今一番楽しくて、うん、HR 領域って全然興味ないですねがしんどいですよ。そうそうそう、主体性と言葉も多分好きですよね。あ、めっちゃ好きです、ね、めっちゃ好きですよね。いや、なんかもうそういう人たちを増やしたいっていうのはあるかもしれない。あ、出たじゃないですか。早速ですね、匿名人生相談っていう私の新しい企画にリサさんをお招きして、はい、コーチングの様子とかっていうのも見ていただけたらいいのかなというふうに思ってます。はい、じゃあまず自己紹介からいただきましょうかね。2020年からフリーライターとして活動していて、うん、なるほど、5年目に突入しました、うん、はい、はい、簡単に経歴もちょっと一緒に振り返っていこうかなと思うんですけど、はい、文学部卒業してのキャリアをお伺いできますか。私はあの就活を特にしなくて、うん、大学生からバイトしていたところにそのまま働き続けて、うん、そのバイトがあのコールセンターのバイトだったんですけども、主に裏方というかバックヤード業務をやっていました。で、3年半ほど働いて、はい、その後あの生命保険会社にうん、就職しまして、そちらも3年正社員として働いていました。キャリアが面白いなと思っていて、フリーライターになる前に なぜその仕事を選んだんですか結構成り行きでやっちゃうタイプで、はい、そこがこう人が結構良かったので、はい、そのまま働き続けてたっていうのもあるんですけど。へー、ああ、そうなんですね。で、なんか25歳ぐらいになった時に、はい、ちょっとやりがい欲しいなみたいな、あなってで、たまたまあの知り合いの方から、はい、生命保険会社働かないみたいに言われて、はい、でそれで一回やっちゃおうと思って結構1ヶ月もしないで決めて辞めちゃって、うんうんうん、ライターになるまでのいきさつちょっと聞きたくて。私もともとブロガーになりたくて、うんうんうん、っていうか収入をこう通勤しなくても稼ぐ手段が欲しいっていうのが、はい、まず第一のこう理由で、うんうんうん、でもブロガーになるにはかなりこうブログ記事を書かないとお金にならないみたいな書いてあって、はい、それじゃ困るなと思って、うんうん、じゃあちょっとライターっていう仕事もあるみたいだからやってみようかなって思ったのがきっかけですね、はい、ここからもうライターあるあるの悩みをちょっと吐露していただきたいんですけど、はい、ズバリどんなところで今めちゃくちゃ悩んでるんですか。書くのが辛いストレートなんですけど、納期までに書き終わらせなきゃいけないというプレッシャーに毎月それが訪れるのが辛いで本当に吐露しました。リサさんって普段どういった記事書いてるんですか。今は主に採用とか人事担当の方が読むようなメディアですとか、中途採用とかそういう求職者の方の記事とかも書いてますね。 SEO 記事をメインに書いていて、コーポレートサイトに載せる社員インタビューとかの記事とかも書いたり、はい、HR 領域ですね。で、IT とかその社員インタビューとかっていうのがあるんですけど、はい、どこが新ですか。 何の記事書いてる時も全然止まります。なんか同じメディアで数年書いてると、うん、最初は結構こうメジャーなものからお願いされて、はい、だんだんこうコアなものになっていくので、はい、それを調べるのが大変だったり、うんうんうん、なんか概念みたいなことを書かなきゃいけないともう分かんなくなってきちゃって、その概念って結構好きじゃないとこう、ね、ニッチなものって書くって難しいじゃないですか。そうですね、はい、まあ、ぶっちゃけつまんないみたいな。そうです、筆が進まなくて、うん、ずっとやってはいるんだけど
こう数時間経っちゃうみたいな、ぼーっとして。ぶっちゃけ単価ですか？いや単価はそこはすごい結構いただいてるので、むしろそれがなくなっちゃうと やばいっていうのもあって、うんうんうん、自分 の、はい、あの生活にお金がかかるから、はい、そのためのキャッシュだけど、はい、ぶっちゃけ本当にじゃあそれ以外だとときめきはないですよね。もう生きていくために今働いてるってことですよね。そうですね、なんか仕事に対して楽しみというか、働いて何かに使うっていうことに今楽しさを見出してて、まあ、それもいいんですけど、うん、将来のことを考えると仕事がなくなった時の他に私になんかできることないかなとか考えちゃう、うんうんうん、あとライターとしてのキャリアどうしようかなとか、うんうんうん、って感じですね、うん、いやそっか、なるほど、ありがとうございます。で、あの私必ず、はい、あの皆さんに10の問いの中で今のあなたのモヤモヤって何ですかっていうのをあの皆さんに聞いてるんですけど、リサさんの場合が、主に当てはまるのが3つ、はい、自由だけど心の豊かさが満たされないっていうところと、はい、あとは、周りの目を気にしていてできていないことがある、はい、で違和感があるがこれまでの積み重ねを壊したくはないっていうところに、はい、チェックしていただきました、はい、でその中でもドンピシャなのが自由だけど心の豊かさが満たされないってところですよね、はい、フリーランスの人でセッション来てくださってる方いらっしゃるんですけど、はい、まあ皆さんこれつくんですよ。あ、そうなんですね。私もあのマジでこれだったんで、うん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 、え、リサさんの言葉で語ってもらってもいいですか？自由だと思って働き始めたけど結局頭の中が自由じゃないというか、じゃあ心と頭ですね。そうですね、常に何か心配事が片隅にあって、うん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 、まあ、時間的な自由はできもら取れたけど、はい、精神的自由というか、はい、そういうのはない。リサさんはどこが満たされたら心も脳内もハッピーになるんですか？個人的には、はい、そうライターって一つの仕事だけっていうのは不安なのかなってまず思って、うん、はい、なんかこう副業っていうかその複数の業、複数の副ね、はいはい、をやった方がいいのかなって思いつつ、はい、なんか自分に合った仕事って改めてなんだろうってすごい考えちゃって、はい、それで悩んでたとこだったんですよね今。なるほど、うん、だからそれが例えばなんかこっちがうまくいかなくても、うん、こっちがうまくいけば大丈夫だなとかそういう柔軟な対応ができたら満たされるのかなと今考えています。なんか一つの仕事だからちょっと不安になっちゃうというか、うん、結局その契約がなくなったり、うんうんうん、その突然そのメディアがね閉鎖したりしたらお仕事はなくなる、なんかそういうのがこう急に来る時の不安に結構押しつぶされるので私も近いのをつい数ヶ月ぐらいまで、はい、辿ったし、あとはフリーランスライターの子で悩んでる子は結構こういう話あるあるだし、はい、分かってるはずなんだけど何かができてないのかなっていうふうに思っていて、はい、ここにまたもう一つね、周りの目を気にしてできていないことがあるもチェックしていただいてるんですよね、はい、なんかあるんですか、やりたいことみたいな。なんかぼんやりしてるんですよね自分の中で、うん、なんかあるんですけど、あ、そっか、そこはまだ分からないけどなんかできてないなみたいな。そうですね、なんか人の目は気にしてるなって感じなんですね。あ、海出すっていうのは、はい、ざっくり4つのカテゴリーで、聞いてるんですね、はい、でまずは、強烈な思いとかあの持って生まれた欲求とか、はい、うん、あとは醸成された価値観っていうのが、はい、まずは土台として大事かなって思っていて、で次にで好きとか興味とか偏愛ですね、はい、で3つ目が、強みとか持って生まれた資質、はい、でさらにそれで、人に勝手に貢献できちゃってお金になること、この4つが重なったら、はい、あのもうその方覚醒するんですよね。なのでここをちょっとリサさんなりにちょっと出していきたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、何よりもめちゃくちゃ多分リサさんにとって大事そうなのが欲求が満たされてないですよね多分今、はい、うんうん、強烈な欲求とかを聞きたいんですけど、はい、マイナスな状況に置かれてもでもやっ
ったことっていうのはその人の本当にコアとか個性とかがめちゃくちゃ出るんですね、はい、でバイトをバックレた、はい、これいつの話ですか。これはいつだっけな、大学生の時かな、はいはいはい、ワークに記入していただいたのが、私以外の代わりなんてたくさんいるからどうにかなるだろうという気持ちでしたってなったんですけど、はい、リサさんがいないとって言われたらどうなんですか。言われたらちょっと考えます。ああ、そうなんだ。ますね。なんか単なる一員って思われるのが嫌なのかな。どうなんですかね。本当はどう言われたら嬉しいんですか。あんま考えてこなかったな。でも一緒に働きたいとか言われた方が嬉しいかも。うん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 、誰でもいいから入れたみたいな感じですごい嫌、うん、なんですよ、うん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 、自分もそういう風に選んでないので、うんうんうん、人を、うん、っていうのがあるのかな。なんか大事にされたいっていうか。あ、いいじゃないですか。それ一つの欲求ですよね。はい、まあ、人間誰しもとかっていう風になるかもしれないけど、リサさんは特にそこ強いのかもしれないですよ。なぜかなと思ったことありますか。思ってきたことないかもしれない。自分がそうだからな気もするとか、自分は結構人の名前とかすぐ覚えるし、うん、この人がどういう性格でとか、はい、例えば合唱部の時の部長だったんですけど、はい、100人ぐらいいたんですよ。やばいね。でも一応全員の名前覚えてたし、はい、全員の声とか大体わかるし、うん、それでが私のその人としてのこうとしてこう付き合う上で大切にしてたことなんですよね。いいじゃないですか。そこ大事なんですよ。多分私覚えられないです人の名前とか。そうですね。なんか人によって全然それはそれでいいっていうか。そうそう、これすごいいいなと思っていて、うん、リサさんなぜその人の名前とか覚えちゃうんだと思います。人に興味がめちゃくちゃあるんじゃないですかね、うん、多分、うん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 、自分が今できることとして名前を覚えたりとかで、この人たちと一緒にやっていくんだって思いが多分強いんじゃないですか。そうですね。多分それが人生でも軸になっているというか、うんうん、私の中で、うん、結構人間関係とかですごい悩みまくってたので、はい、なんかそういう人との関係ってなんか私からは切り離せなくて、ここもっと深く、掘った方がよくて、今に暫定で私から思ったのは、はい、リサさんは単なる書いてくださってる人って、はい、もしかして思ってるのかな、うん、関わりが確かに薄いっていうか、うんうんうん、まあその提出して終わりっていうのがちょっとつまんないのかもしれない。これがどんなつながりだとリサさんもっと充実するなって思うと思います。ライターの仕事としてってことですか。そこね、垣根超えてもいいですよ。なんか本当は人と交流とかをつなげる仕事とか、はい、うん、人の話を聞く仕事とかがしたいなとは、うん、まあ、人と話すことが嫌いじゃないので、うん、コミュニケーションがもう少しあると全然違うのかなとは思います。まあ、全然ライターと違います、ね、うん、ライターって いいんですよ。あのライターの枠ちょっと一旦取っ払った方がもしかしていいケースで、うん、私も取材ライターとしてやった時に取材は楽しい、うん、でもライターとして書くのはちょっともう限界があるなって思ったんですよ、うん、こっからもっともっとプロとして突き詰めたいっていう気持ちがなかったんですね、うん、でも取材はなんかもっともっといい取材にしたいっていういい意味でのなんか執着みたいなのができたんですよ、うん、はい、じゃあそっちを私は欲してるんだなって思って、うん、生み出すっていうのを自分なりに作って今クライアントさんとコーチングさせてもらってるんですけど、うん、はい、超えた方がいいんですよ。ライターの枠を一旦取っ払って何したいかなってまっさらにした時に、うん、じゃあちょっと人との話聞くのも好きだしっていうところですよね。はい、だってリサさん合唱部結構ガチガチだったんですよね。そうですね、ガチ部活でしたね。どれくらいガチの部活でした。朝7時半ぐらいから夜8時とかもとかずっと歌ってんの。やってる日もありました。で、休みがほぼなくて。ほぼなかったです。で、部長されてたんですよね。はい。あの時は充実してました。いや、めっちゃ充実してて、うん、なんかそれが卒業した後燃え尽き症候群みたいになっちゃって、うんうん、なんで燃えバーンと来ちゃったんですか。承認欲求かもしれないですね。あ、うん、なんか必要とされてたのになんか合唱がないと、うん、自分の価値ってないのかなみたいな。怖いじゃないですか。無我夢中だったあの頃の自分に焦がれている入りますよね。そっか。チェックついてないけど、はい、そっちのタイプですよね。うん、確かに。で、その時のリサさんって部長としてどういうところを意識したと思います。絶対こうみんなで納得した演奏ができるように、うんうんうん、上下とか関係なく、うんうんうん、意見を言い合える環境を作りたいみたいなのは結構、はいはいはい、でもリーダーシップは取っていくみたいな、はいはいはい、
感じはありましたね。なるほど、うん、今ライターの関係ってどう思います？ライターは結構そういう引っ張っていくとかいう関係はないので、うん、ある種上下じゃないですか、ライターもクライアントとの関係が、ね、フラットな感じしないですよね、多分ね。しないですね、なんか、うん、行ったら仕事なくなっちゃうからとか、うんうんうん、そういう不安があって言えないかもしれないです、うん、もし関係性が強固なものだったらお互い腹割って話せるよねっていう信頼感があるから、はい、だからよりいいものを作るためにはみんなの意見が必要だ、はい、取り入れたいっていうのを多分過去にされてたんですよね、はい、でもそれが今こういうふうにやったらいいのになっていうのを浮かぶけれども、はい、こんなこと言ったら多分嫌われちゃうんだろう。ありますね。変えた方が絶対みんな効率よくなるのにっていつも考えて動いてるかもしれない、うんうん、みんなとやっぱり一緒に作りたいっていう欲求強いですか？そうですね、うんうん、そこはどうですか、全般満たされてます今の仕事を？出されてないかな。なんか趣味とかだったら結構言えるかもしれないですけど、うんうんうん、仕事ってなるとなんかお互い価値観が全く違うので、うん、それはなんか割り切っちゃった方がいいのかなとか考えたりもしました、うんうん、いやでもね、諦めない方がいいと思いますよ。これ多分めっちゃ大事で、リサさんにとって、はい、海っぽい感じします。今話してて、うん、そんな感じがしてきました、うん、私の中で整理するとやっぱり駒の一つなのかなってご自身で認識しちゃう、うんうん、あ、なんかもう代わりなんて誰でもいるんだろうな、うん、はい、っていうところとか、あとは本当もっとみんなと一緒にいいものを作りたいんだけれども、うん、悪い意味で気遣いすぎちゃって、うん、なんか私がいて何のためになるんだろうってことじゃないですか、投じて。そうですね、そうですよね。ここ海っぽいでしょ。はい、 海だ人間関係で悩んだこと、これってどういった悩みがあったんですか？ちっちゃい頃から人と関わるのが苦手で、うんうんうん、なんか小学校の頃はみんながやってる遊びとかに全然興味がなくて、喋、うんうんうん、るのも得意じゃなかったので、うん、結構一人でいたんですよね、小学校の時は、うんうん、で中学校の時になってからその合唱部に入って、うん、だんだんこう人と関わるようになったんですけど、うん、私絶対言ってないのに、うん、なんかあの子に秘密ばらしたでしょって 3,4 回会ってそういうことが先輩からも言われたりして、はい、それは結局相手が勘違いしてただけだったんですけど、うん、なんかそういうのこじらせることが多くて、うん、なんかすごい悩みました。なんか自分がなんでこの対象になってしまうのかって。 あと高校の時もこう同級生の人、うんうんうん、喧嘩じゃないけどなんか仕方されたりとかして、うんうん、突然、うん、まあ、それは私は部長だったから、うん、それこう怒ったりして多分それに対する反抗だったと思うんですけど、うんうん、それでこう結構落ち込んじゃって、あ、はいはい、そうですよね、うん、まあ、そういう人間関係でちょっとそれこそ試練みたいなのが、うん、めちゃくちゃありましたね。もう試練が かなり気にしいだったので、うん、今もかな。でもそれでもう疲れちゃって何もしたくなくなったり、学校行きたくなくなったりとか、うん、もうかなりありました。うーん、そういうの経て、私は逆にそれはやらないんだっていうふうに反面教師にしたケースって何かありますか？あ、でも絶対相手を尊重するようにはしてるかも、うんうんうん、あと言い方を気をつけるとか、うんうんうん、そこも リサさんの魅力の一つですよね。なんかさっきの人の名前をちゃんと覚えたいとか、うん、なんか存在一人一人をちゃんと認知してるんだよっていうのを体現したいみたいみたいな。そうかもしれないですね。うん、うん、確かに。ライターの仕事をこのまま全然続けるで一つ、まあ、ライスワークとしてありじゃないですか、はい、それ以外に興味あることで言うと何ですか？ぶっちゃけそうカウンセラーみたいに興味があって、うんうんうん、人のお話を聞いて何かをこうアドバイスしたりするとかは好きっていうか、人と向き合うことはすごい好きなので。人を向き合ってどういう言葉が届くと嬉しいですか？気持ちが楽になったとか言ってもらえると嬉しいかな。こう何かそれでこう動き出してくれたらもう一番すごい嬉しいですけどね。自分、うん、悩みを解かしたい、解決したい、いろいろ言葉が生まれると思うんですけど、どういう言葉がときめくのかな。なんか私もう対人支援をしたいなと思って、はい、
臨床心理士とか去年考えたんですよ、院とかに通い直していこうかなとかと思ってた時もあったんですけど、実際に臨床心理士さん働いてる人、大学院生、大学院卒業の人に聞いたんですよ、って言われた時に、思いのほか縫さんが望んでる壁打ちとか、できない人が多いですよ、黙られちゃうことも日常茶飯事で、それでもルイさんってやっていけそうですかって声を聞いた時に、あ、私はカウンセラー向けじゃないんだなと思ったんですよね。でどうしたいかなと思った時に、この先進むべき道がこれだなみたいな、なんかある種うわってこう感動を覚えてほしいなって思ったんですよね。でこういう風になってもらえたら嬉しいなとかって、結構対人支援によって変わってくるんですけど、って言われて何がパッと浮かびますか。解決したいのか、悩みを溶かしてあげたいのか、治癒みたいなところなのか。悩みを溶かしたいかな。じゃあここで結構書いてくださってる、自然とできたことで喜ばれたことなんですかっていうものをちょっと掘っていきたいなと思うんですけど、改めて何を言われるっていうことがよくありますか。私と話すとこう元気がもらえるとか、自信が出るとか、あと癒されるとか。へえ、相談よくされるんですか。そうですね、結構相談されるかなと。今その合唱団で結構私より年下の子がいっぱいいて、20歳とか大学3年生の子とか、進路に悩んでる子たちとか、ちょうど帰り道が一緒だったりして、でその時にこういろいろ聞いたりすると、実はこうやって悩んでてみたいな話をされて、そっちか、本当若い。そうなんですね。私が2番目ぐらいに年上ぐらいですかね、私ももう33になるので、なんかあこういう時こうやって悩んでたなみたいな、めちゃくちゃ分かるし、そこでなんかその年代の子たちに励ましたいなとかっていう仕事なんかしてみたいなと思ったことはないですか。思ったことないですけど、私なんか大学生の時一番辛かったんですよ。進路とかも誰かに相談とかもできなかったので、なんかできることがあったら力になりたいってはすごい思います。思えちゃうんですよね。思えちゃいます思っちゃうって大事なんですよ。リサさんってなんか年上なのに年上感がないですみたいな声ってないんですか。あ、言われますね。言われますよね、年上感みたいなあんまり出さないのはなぜだと思います。私なんかすごい中学校の時とか上下が厳しくて、これ絶対意味ねえじゃんみたいな、あのことも言われたりとかして、そういうのすごい嫌いだったんですよ。だから後輩とかには絶対優しくするって決めてたし、素敵じゃないですか。なんか自分がされた嫌なことはしたくなかったですよ、下の子たち、で下の子たちもそういう風になってほしいみたいな、なんかそういうのがあったからだと思います。今までの中で声は自然と晴れましたね、そうですね、でこの中に私見えたのはなんかその過去の憂いとか怒りとか、そういったものから醸成されたものがあって、だから年下の子になんか悩んでる子がいるんだったら、なんか私ので力になれないかなって思えちゃうってことですよね。そうですね、自分の経験でお話ができるから、何か役には立ってるかなとかはありますね。あの私いろいろセッションして思うんですけど、嬉しかったとか楽しかったことは強烈な思いになると感動になるんですよ。で悲しかったこととかっていうのは、願いになるんですよ。私はもっとこうして欲しかった、だからこうしないとかっていう願いになるし、すごくどん底だった方が誰かが救ってくれたってなると救いになるんですよね。なのでリサさんの場合って、もしかすると願いとか救いとかがもしかするとすごく強いのかもしれないなと思いました。合唱を通した人間関係がもしかして救いだったかもしれないし、はい、そうですね、あの今まですごく憂いがあった人間関係になったら、私はこういう付き合い方しないのになっていう怒りとかですよね、そうですね、この辺が欲求になるの分かりますかね。そうですね、合唱もそうだから続いてるのかもしれないです、今一番楽しくて、こう若い子たちからこう意見を言ってもらえたりするのがすごい嬉しいんです。なんかその先輩だから言いたくないとか、この人言いにくいなとかってあんま思われたくないので、あのリサさんちょっといいですかとか、これこうしたいんですけどやってもいいですかとかって言われるのがすごい好きなんですよ。本当に去年とかまでは全然みんな発言とかしてくれなかったんですよ、それに結構落ち込んでて、なんか孤独みたいな感じだったんですけど、最近こう言うようになってきて、みんな自分がこう嫌われてもいいからもう言っちゃえみたいなスタンスで向き合ってったら、みんな変わってったので、なんか実はみんな思ってたんじゃんみたいな、でもこっちが多分そういう
姿勢じゃなかったから、うんうん、できてなかったんだな関係性がと思って、うんうん、それはなんかすごい嬉しかったですね。なるほど、うん、じゃあメスを切り込んでからどんどんみんなが言えるようになって腹割って話せるようになったってことですか。そうですね、体制をどんどん変えていくことで、うん、若者たちも一緒に参加していって、うん、そしたらなんかこうどんどん動いてくれて主体的に、うん、あ本当はこうやりたかったんだなとかこう気づけたことは嬉しかったです。主体性って言葉も多分好きですよね。あめっちゃ好きです、ね、めっちゃ好きですよね。いやなんかもうそういう人たちを増やしたいというのはあるかもしれないです。あ出たじゃないですか。あでもなんか私確かにすごいイラつくことが、うん、主体性がない人とかにすごいイラついちゃうんです。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん自分で決めないじゃんみたいな、うん、あそれはそれでしょうがないですけど、うんうん、リサさんの話を聞いてみると大人で主体性がない人をどうにかするっていうよりかは、うん、これから主体性を育みたいっていう青年、うん、少年少女とか、うん、あとも大学生の子とか、うん、そっちの方がエネルギー湧くのかなと思ったね。そうですね、確かに浮かんでた感じは、うん、若い子にの話を聞くみたいな感じだったかもしれない、うん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 、いいじゃないですか。だから若い人たちが、うん、悩んでる人っていっぱいいるじゃないですか、うん、リサさんだからぶつけられるようになりましたとかだとときめきません、うん、あときめきますね。そうですね、なんか一つここがターゲットになってくるんですよね。そうですね、中学校の時にお世話になった先生が、うん、もうひたすら話を聞いてくれたんですよ。あれにすごい救われて、うん、自分がこれやっていいんだみたいな、うんうん、こう喜びみたいなのが結構あったのでやばいそこだかもしれない。すごい湧いてくるのイメージ湧きますかね、うん、暑いですよ今本当になんか若い子たちなんかすごい悩みを抱えてるなってすごい思ってて、うん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 、すごい心配してるというか、うんうんうん、何かにぶち当たった時に困っちゃうんじゃないかなとか思って、うんうん、中でも何にぶち当たってる人に何とかしてあげたいなと思うんですか。私が結構キャリアに悩んでたので、うんうん、そこかな、うん、こう劣等感だったりみんなとは違う道に行けない人とかって結構多いのかなってすごい思ってて、なんかそういう人の手助けがしたいかなと思いますね、うん、劣等感って言葉も結構キーですよね。そうですね、私結構劣等感持って生きてきた方だかもなと思ってて、うん、私も実は劣等感は結構学生時代強くて、うん、中学校学校行くのもままならないというか、はい、もう本当必死でなんか行って、うん、協定のために行ってるとかだったんだけど、うん、ナチュラルに皆勤賞とかっていっぱいいたんですよ、うん、すごいっすよね。無理と思って無理無理無理、でもそうじゃなくても道ってあるじゃんっていうのを本当に思ってたんですよ、うんうん、で今もうその道は正解だったの、私にとっての正解だったなってすごい思うから、なんかそういう風なところで悩んでる人がなんか海田さんに来て、うん、自分の中での正解を一緒に見つけられたらいいなっていう風に思って作ってるんですよね、うんうん、なんか一つ手応え掴んでもらいました。あ確かに、うん、対象大事だなとか、うんうん、そうなると今のライターの仕事の HR 領域って全然興味ないですねしかも悩みの対象がその思春期のあの本当に猛烈な時期じゃないから、うん、あの HR 領域のそこがしんどいですよね。そうそうそう、で全部なくす必要は全くないと思うので、うん、今からできるところからやっていくっていうのが非常に、うん、あの現実的なのかなっていうふうに思うんですよね、はい、何したいですか。まあ、なんか話を聞くとか、うんうん、こういうふうに会話する仕事とかしたいです、はいはい、うんうん、いいですね、うんうん、話すの上手じゃないんですけど、うん、話してるとなんかすごい話しやすいからめっちゃ喋っちゃったみたいな、うんうん、結構言われるので、うんうん、そういう、 こう相手みたいになれたらいいなみたいな、うんうん、それをやってどうなったらいいなと思うんですか、うん、ちょっとでも悩んでる人たちの行動に何か移せたらいいな、うんうんうん、少しでもどうです、手応えとかっていうのは掴んできました。あはい、かなり、うん、いや嬉しいです、すごい見えてきた。ああ潜在意識みたいな、うんうんうん、多分あったんでしょうけど、うんうん、なんかすごい出てきました。こういうことだったんだみたいな、はいはいはい、結構モヤモヤしてたのがかなりスッキリしました今、はい、ありがとうございました。今回の相談はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。ここで海ダスの概要を説明させてください。自己理解コーチング海ダスの羅針盤は海を出し私のやりたいこともこれを生み出すをテーマに運営しています。本日の相談者さんのように、まあ、今の仕事がね合っていないなとか、
やりたいことなんかあるんだけど、なんか言語化できないし動けてないな、など現状にモヤモヤしている方にぜひ受けていただきたいんですね。でそんな方はこの10の問い複数当てはまるはずなんですよ。1個でもぶっ刺さったらぜひね来ていただきたいんですが、それがやっぱり3つとか4つとか当てはまる場合は本当にしんどいと思うので、ぜひね至急受けていただきたいなっていうふうに思っています。でその解決方法はワークで簡単にその悩みの黒幕みたいなところを、まあ、生み出せるようになっているので、ぜひ公式 LINE にご登録いただけると嬉しいです。皆さんにお会いできることを心よりお待ちしております。